大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや？身の上話をするには、まだ酔いが足りねえ。アホか。わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋におとったが、何の情報交換や？そこまで話す義理はねえ。それよりあんたこそ、情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか？いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長近藤勇についての全てや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うた、わしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、おうたで。あんたと古屋でおうた、ほんの少し前。あんた知っとるか、近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ？なんや、あんた近藤に会いたいんか？相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど、手がないこともないな。なんだ？無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。せいや。なら、あんたはどうやって会いに行った？わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと？あんた何者なんだ？やっと聞いてきたな。せやけど、わしはもう酔うたで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はええ。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役を主張、西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところは、あの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりでしゃべらはるし、めったなことで名乗らはりまへん。
お客はんは先生にたこを買われはりましたな。はい、最後吉之助、最後高森と会いましたね。その中で、新選組に近藤勇がいて、会ってきたっていう話も出てきましたが、まあ寺田屋に行きながらちょっと喋りましょうか。シーズンちょっと話を聞いてみますか。おい、聞いたか？さっき辻切りがあったらしいね。本当かよ、かねえな。切られたのはどうやら土佐名前の浪人浪士らしいで。え、もしかして稲垣さんや男が。この町も物騒になっちまったな。はいよ、家に戻ろうか。今の情報でどうやら新選組は土佐なまりの男を探している、土佐人を探しているっていうのなんか伝わってきましたね。ちょっと気をつけないと。なんだ、騒がしいな。何万だぶ、何万だぶ。お役人はまだ来てへんの？新選組がやったんとちゃうか？それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。島田雄平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか？だがわしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロ街に来ていただけますか？ムクロ街？場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ？来ればわかりますき。では。あの男、俺の名を知っていた。袋街に来いと言っていたな。一度寺田屋に戻って聞いてみるか。まず島田がね、私の読み通り島田屋兵を切られてしまったようですね。殺されました。最初に会って、新選組に追われてしまったんでね、こういう展開になるのも、ある程度は予測できたんですけど、あと後ろから話しかけてきた男、私のね、記憶が正しければ情報屋の声じゃないですか、あれは。あと情報屋がね、すごく特徴的な声だったんで、あれなんかって覚えてたんですよね、情報屋の声を。
だからあれと思ったんですけど、まあ、もし違ってたら全然あれなんですけど、まあ、ムクロンガイに来いって言われたんですけど、その前にね、まず寺田屋の方に戻って来たいと思います。あと今回は非常にムービーが多かったんで、もうこれだけで50分超えてしまいましたんで、ちょっとセーブして、次回それもクロガイの、あ、おい、さっき鴨川ででっかい大砲ぶっ放してる野郎がいたぞ。ちょうどクロガイの対岸だ。まったくあそこは無法地帯だよ。あのムクロガイっていう名前がもうそのね、ちょっとドクロっていうかそういう意味でしょうからね、不気味な名前ではあるんですけど、闘技場が気になる男、この町のどこかに闘技場ってものがあるらしい。そこに全国から腕に芯のある剣士が集まって日々決闘している噂だ。そこで勝てば豪華な報酬が出るっていう。おお、どこにあるんだ？ん？俺もよく知らないが、ムクロガイで仕切ってるやつがいるって噂を聞いた。詳しく知りたければムクロガイ行くしかねえな。あのムクロガイになんか集中してるみたいですね。そういうなんかいろんなミッションといいますかね。お、なんか高級なもの。まずはちょっと寺田屋に行ってみましょう。だいぶ時間が経ってしまったんでね、ちょっと。あ、あら、まあお帰りやす。今日はお早いこと。何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを知っているか？ムクロガイ？あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ねもんやら無宿人の吹きだまり。なんやそこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近くまででいい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。お涼ちゃん、ええよ、俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さないからへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ、頼む。もう、うちは知らんよ。ほな、お客さん、準備ができたら声かけてくれまっか。それとも、もうよろしい？ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待ってくれ。ほな、準備できたら声かけてくれまっか。ここで待ってますさかい。わかった。さすがにちょっとね、あのお涼ちゃんに道案内を頼むのはね、そんな危ないとこに無理でしょうね。あんな危険なとこへ何しに行くん？あ、じゃあはじめさん、あ、ほんまにムクロガイ行く気な？もうムクロガイに行くんやって？悪いこと言わへんからやめとき。なぜだ？いい、はじめさん、危ない目にあったらすぐに戻ってくるんやで。そうだな、船で近づいてちょっと危ないなと思ったらすぐに戻ってくることにするよ。
お前に会えなくなるしな。もうはじめさんなんて知らん。気にするだけ損や。そんなこと言うなよ。まあ気にしてもらえるうちが花だっていうのもあるからな。はじめさん、急にどうしてしまったん。行くの諦めてくれはったん。いや、行かなければならないんだ。悪いな。ほんまにどないなっても知らんよ。ね、というわけで袋街に、行くんですけど、ちょっとさすがにね、いい時間になっちゃったんで、セーブして、今日はこの辺で終わりたいと思います。一回ちょっとね、西郷さんに、倒されちゃいましたけど、まあそれ以外は順調に、まあ行けましたね。お、こんないいもんか。ミミズ。じゃあ、今日はこの辺で、あまりちょっと実況できませんでしたが、次回はできたらいいですね。じゃあこの辺で終わります。さよなら。